こんにちは、ウェブのクッキングです。スーパーで美味しそうなタケノコが売っていたので、今回はタケノコご飯をウェブので作っていきます。それでは早速作っていきましょう。タケノコはそのままだとえぐみがすごいので、アク抜きをする必要があるんですが、タケノコアク抜きで検索すると、米ぬかを使いますとか、唐辛子を使いますとか、とにかくめんどくさそうだと。そこで今回はもっと簡単にアク抜きできる方法を試してみたいと思います。まず鍋に水を張ります。こんくらい、3センチくらいですね。そこに塩をこんくらいとにかくいっぱい入れて沸かしていきます。その間に次の作業をしていきましょう。水でたけのこの表面をしっかり洗って皮を剥いていきます。手で簡単に剥けるんですね。はい、こんな感じにできました。結構癖になる感じで楽しかったんですけど、剥きすぎると食べるとこなくなっちゃうんで気をつけましょう。で、この先っちょの方は全然食べるところがないらしいので切り落としちゃいます。こんな感じにできたら半月切りにしていきます。この辺のボツボツはちょっと見栄えが悪いので包丁で削いでおきます。はい、綺麗になりました。めんどくさいって思いますかね。めちゃくちゃめんどくさいです。はい、こんな感じです。そうこうしてたらお湯が沸いたので、たけのこを茹でていきましょう。はい、15分ほど茹でました。ただこの状態だとまだ完全にアク抜きできていません。さらに一手間必要になります。お湯を切って。こんな感じで5分ほど流水にさらします。はい、これでたけのこのアク抜き完了です。時間こそ結構かかりましたが、塩と水だけでできるというのは簡単で良かったです。一口大にカットしておきます。そしたらお釜にお米を入れて、おろし生姜くらいとみりんこんくらい、醤油こんくらいを加えてお水を入れます。ちなみに今回は3合ですね。あとはたけのこを入れて炊いていくだけです。先日購入した最高級炊飯器を使っていきますね。炊き込みモードにして、たけのこご飯完成です。アク抜きを含めても少ない材料で簡単に作れました。ぜひ作ってみていかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。おいしい？